はい、えー。皆様、こんばんは。2021年4月の5日、ボギーチャンネル。私、えー、主催のボギーテドコンでございます。えー、早速、中佐と八さんから音声良好ということでありがとうございます。新玉さんからしばらっきょうスムージーでございます。森の都さん、こんばんはんこう。コウスケさんからいつものニラ、タバでございます。タバですね。いつもありがとうございます。 チュウ佐からはまた連発の、はい、に、しばらく今スムむうち、あさり小僧さんからもニラ茶でございます。桜マークのニラ茶ということで、私、最近ニラ茶飲んでますよ。で最近凝ってるのが、あの、今までね、ホットミルクティーメインだったんですけど、最近このニラ茶とですね、ペパーミントティーっていうのも飲んでおります。 ま、このペパーミントティー飲むとね、なんか気分が非常にスッキリするんですけど、まあ、いろんなものがお茶になるんだなと思ってね、とっても私関心をしております。江戸前あさり小僧さんからもニラ茶でございます。これはケンさん、こんばんはん。モンドさんもお見えになっております。ニラ茶、ありがとうございます。さて、えー、私本当に一日に何回ありがとうって言ってますかやっぱり何十回ってありがとうって言ってると思うんですけど、 ね、これを見て皆さん、これ何だと思いますかこれ。はい、これを見て何だと思いますかということでございまして。新玉さん、そのうちしまらっきょうもお茶にということで。いやー、さすがにしまらっきょうはお茶にすると、なんか嫌なような。<laughs> ニラでもね、いや、ニラ茶でも結構ニラの匂いしますよ。これがしまらっきょう 今日になるとね、いやー、あの、なんとも言えない味わいがお茶になったとしたら、かなり私、ファンキーだと思っております。さて、サメ肌さんからも、しまらっきスムージーでございます。さて、これ。いやー、私、これ見てね、本当に、駅員さん気の毒だと思いました。はい、これ。実はこれね、 あの、ツイッターにさらされているんですよ。はい、これ何かと言いますと、今日皆様にご紹介したいと思いますけど、これでございますと。はい、伊是名夏子、コラムニストということでございまして、JR で車椅子ユーザー乗車拒否に会いました。階段しかない駅なので案内できないと、 今の時代でも悲しいからよくあること。バリアフリーって全然進んでいない。むしろ無人駅が増え、後退している。見方が必要なので長いですが、どうか読んでください。シェアしてください。ということでございまして。まあ、簡単に言えばですね、あの、この車椅子に乗っている伊是名さんっていう方が、まあ、プチ、 旅行ですかまあ、そのプチ旅行をするためにね、無人駅に来てですね、無人駅に来て、あの、階段しかなかったから、これ降りたいから人よこしてっていうことで、はい、JR にねじ込んだということでございまして、 はあ、結果的にね、こうして駅員さんが、えー、車椅子を運んでくれたということなんですけど、この車椅子なんと、まあ、電動車椅子でね、重さ100キロぐらいあるっていうんですよね。100キロ。で、無人駅です、そこは。ね、駅員さんがいるわけじゃない無人駅なんですが、まあ、わざわざね、4名の駅員さんがね、えー、駆けつけて、 まあこのようにね、車椅子を運んでいただいたということなんですが、いや、これって私どうなんだろうと思いますよ。はい。まあ、この後ね、わざわざマスコミに連絡をしたということでございましてね。いや、これって私本当におかしいというふうにね、思っております。 さて、このね、コラムニスト、伊勢名夏子さん。はい。いやーね、まあ、障害を持った方でございます。えー、ちなみにね、この方、あの、別の顔も、えー、持っておりまして、えー、社民党のね、常任理事。はい。沖縄選出の社民党の常任理事でございます。社民党でございますよ。照り監督先生、ちょっとね、あのー、この方、 っってやってやしいいいなという,ふうにね思いますさて、コラムニスト、えー、伊是名夏子さんということでございます。さて、さて、さて。まあ、この後ね、なんとマスコミ読んで大騒ぎになったということでございますけどね。まあ、この無人駅。なんでわざわざ無人駅に行ったのと。それから、この方ね、周りに、あの、介助の方々いるんですよ。 ね、解除の方々もいるんだったら、あのー、無人駅じゃなくて、えー、このね、駅員さんがいる、まあ、駅の方に行っても良かったんじゃないかなと。そもそもね、あの、車椅子がね、通れないような駅に行って、降ろしてくれと、いうふうに言うのはどうかなというふうに私思いますよ。ね、お願いだったら、ともかくね、 こういうふうに要求をして、その要求が通らなければ、マスコミに言うよというのはどうなんでしょうか。まあ、この後マスコミにね、連絡をしたりいろいろ大変だったなんて本人言ってますけど、いや、大変だったのは本人じゃなくて、駅員さんだと私思いますよ。駅員さん。はい。そしてね、この騒ぎをね、えー、見ていた、あの、方も実は中にはいるんですよね。 しかし本人は、あの、全然悪びれたことなく、こういったツイートをやっております。え、今夜6時半から、えセアロガイおじさん、モバイルプリンスさんと、はい、コネラジオに出演します。障害者が声を上げると叩かれる、この現実。ぜひ見てください、ということで。どうなんですか、これ。いや、この3名、ね、もう、 いや、私、ちょっと、モバイルプリンス君が少し、いめてくれるかなと、ちょっとだけ期待してるんですけどね。いやいや、伊勢名さん、やっぱり、あの、駅員さんにありがとうぐらい言うべきですよっていうかなと、私、思ってるんだけど、ちょっと見てないもんでね、あとでまた録画があるんだったら見てみようかと思いますけど、改玉さんがお里がということでございましてね、はい。まあ、この3名、もう、 皆さんお分かりですね。いちいち説明する必要がないというふうに思います。そして今、つっちーさん書いてます。障害者が声を上げると。ね。以前、辺野古で障害者の集いということでね、障害者の方々が集まって、半吉、参加しました。ね。障害者一人が来ると、ね、健常者10名分の 価値があると <coughs> 私未まだに忘れてないですよ。ね。障害者一人は健常者10名分の価値があると。何なんですかこれ。障害を持ってるっていうことは特権なんですかね。特権。いや私これねちょっとおかしいと思いますよ。 そうですね、つっちーさん。価値って何ですかねと同じ一人ですよ。ね私、そもそもね、こういった、あの、障害者の方々に寄り添ったりね、お,お手伝いするのは、これはもう当然だというふうに思っておりますが、それはね、やはり、えー、健常者の、やっぱり善意によるんですよね。善意です。これは、健常者の義務ではございません。善意です。それもね、 社会通念上許される範囲内での善意でね、こういった人たちに寄り添う、そしてお手伝いをするということでございますけど、こういった人たちが声を上げた、お手伝いしなかった、批判したから悪者だと。それって私ちょっと違うんじゃないかと思いますよ。障害者って正義なんですかいやいやいや違いますよ。さて、この騒ぎを見ていた はい。寂しがリーマンさん。たまたま見てました。小田原に出かけて改札で押し問答をやっているので何事かと思い、野矢馬心で眺めていましたえ。とてもブログのような柔らかい言い方ではなかったですね。ご自身の権利を主張するばかりで駅員の言葉を聞こうともしていませんでしたし、立場には同情しますが賛同できませんと。そもそもね、 あの、JR のホームページに、ね、こういった場合には、前もってご連絡くださいというふうに書いてあるそうじゃないですか。ね。あの、JR のホームページにね。JR も全く対応してないわけじゃないんですよ。前もってご連絡いただければと書いているんですが、まあ、突如として駅に押しかけ、そしてね、降りたいから誰かよこして っていうのは、前もってっていうことではないんじゃないですかね。何ですか障害っていうのは特権なんですかねいや、私これって絶対にね、おかしいと思いますよ、これ。ね。やっぱりおかしいのおかしいと私言いますよ。ね。さて、私アンケート今取っております。はい。車椅子利用者による無人駅利用について、えー、様々な意見が出ています。 障害を持つ方に寄り添ったり、お手伝いすることは、え健常者の善意の範囲内であると私は思いますが、え皆様はどう思いますかということで、一番、万難を排し、障害を持つ方の希望を叶えるべきだと。はい。万難を排しえ、障害を持つ方の希望を叶えるべきだ。目玉役さん、小さい駅だそうです。 2番、障害を持つ方とはいえ、社会のルールに従うべきだと。3番、どちらとも言えない。はい。皆さんがだったらどれになりますはい。どれになりますかね。いやー、しかしね、本当にこれってね、どうなんでしょう。ね。障害を持った方だってね、健常者と同じ人間ですよ。ね。同じ人間なんだから、 ね、権利も同じであるはずなのに、私は障害だから私の言うことを聞きなさい。聞かないんだったらマスコミに連絡しますよ。っていうような態度はどうなんでしょうか。それにね、お手伝いさして、ね、ありがとうって言ったんですかね、この方。いやいや、これってね、やはり、100キロもある車椅子と本人乗ってね、運んでくれてるわけですから、本来であれば、 あの、申し訳ございませんと。そしてありがとうございますと。頭を下げるべき案件じゃないですか。それをね、何ですかこの駅のね、連絡先、ネットに乗っけて、そしてこうしてね、連れの方に自分が運ばれてる写真を撮って、ネットに乗っける。いや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 、これってどうなんですかね。新まさん、100キロは車椅子だけの重さですということです。 つまり本人が乗ってれば、まあ、140キロ、145キロぐらいですよ。これね、階段、駅員さんがもし足を踏み外してたらどうなってたんですか大怪我をしていたらどうなってたんですか責任取れたんですかね今、つっちーさん書いております。 きちんと連絡せずに申し訳ありません。対応していただいてありがとうございますと。ね。これがね、こういう書き方でね、あの、まるで乗車拒否にあったような書き方をして、ひどい目にあったからマスコミに連絡しましたなんて書かないで、今、土井さんが書いてるようにね、あの、前もって連絡せずに、あの、駅に来た私も悪いと思いますが、 えー、JR の方では精神誠意こうして対応していただきましたと、無理を言ってごめんなさい。そしてありがとうございますって言ったら、みんな賛同したと思うんですよ。JR も素晴らしい。ね、この伊勢那さんも、あのー、自分がね、やっぱり至らんかったことはちゃんとわかってるし、あのー、障害者はやっぱこうじゃないとね、っていうことでね、みんな納得したはずなんですが、まるで障害を持ってる方が偉いんだと。 障害を持ってる方の言うことをね、聞けと。聞かないんだったら、マスコミにね、ばらして、社会的制裁加えるぞなんてやっていたら、どうなんですか皆さんこれ。いや、私これ今日見てね、本当に激おこぷんぷん。私のね、知人も、あの、はい、えー、モノレールとか、駅のね、はい、えー、方で働いてる方、何名もいますよ。 そういった方々がね、これと同じ目にあったと思ったら本当にね、忍びない。いや、こんなことばっかりやってたらね、みんな障害を持った方見たらみんな避けますよ。だって、関わったら損をするわけですから。みんなね、見てみるふり、こういった人たちが助けてって言っても、誰もね、手を差し伸べない。そういう社会になるんじゃないですか。助けてくれる、手伝うの当たり前だと。 ありがとうを言う必要もないと。そんな人に誰が手を差し伸べるんですかね。はい、森の都さん、権利の乱用とありますけど、そもそも障害っていうのは権利なんですか違いますよね。マイノリティって偉いんですか正論なんですかはい、新まさん。 そして他の障害者が大迷惑をということでございましてね。いやこれを見ても万難を廃し障害を持つ方の希望を叶えるべきであるっていうのは3.6%障害を持つ方とはいえ社会のルールに従うべきだというのが91.9%はいそしてどちらとも言えないが4.5%ということでまあぶっちゃけた話9割 ちょいの方が、やはり障害を持っていたとしても、あの、社会のルールにね、従うべきではないですかということなんですよね。まあ、沖縄では、反吉無罪とか、収骨無罪っていうのが横行していますけど、ね、障害を持ってるから、偉いとか、私の言うことを叶えなさいってやるのは、どうなんですか私はこれだいぶね、 違うと思いますよだってこれ社会の善意にね、よって、まあ、お手伝いとかそういったことをね、してもらうわけですから。さて、これも Twitter のね、コメントかな。駅員さんはあなたの召使いではない。こんなさらし行為する時間と余裕があるならば、 え、計画段階で連絡するなりできると思いますが、自分専用の使用人が欲しいのなら、それだけのお金を払って雇えばいいんじゃないのということでございますよ。いやー、当にね、ロークでもないですよね。はい。いやいや、しかし、本当にあり得ないですよね。はい。いやー、本当にこれ、 駅員さんって飯使いじゃないですよ。正直言ってね。私もそう思います。はい。そして、ココさん。この投稿を消しなさいよ。ツイートに電話番号を載せるなよ。ある意味脅迫や嫌がらせと違うかな。通報案件やと思いますし気分が悪いです、と。ね いや、本当に私も気分が悪い。ね困ってる人、障害を持った方のお手伝いしたり、ね、寄り添うっていうのは私、やぶさかじゃないですよ。やっぱりね、健常者としてやるべきだとは思いますが、それってやっぱり義務ではありません。それと、あと、障害を持っているということは、決して特権ではないんです。社会の、それも社会のね、社会通念上、 の範囲内で、善意のによって、障害者の方々は守られてるわけでありまして、何事にもね、障害を持ってるから、私たちの言うことを聞きなさい私たちの思ってることを叶えなさいっていう、そういった要求をするっていうのはどうなんですかということでね、私は本当におかしい今回の案件だというふうに思っております。 しかしね、この、伊勢名さん。沖縄ではこういった活動をしております。はい。沖縄から性差別について考えるということでございまして。いやー、このメンバー、本当に、香ばしいですよね。そもそも沖縄に性差別。性差別ってあるんですか沖縄に。いやいやいや、沖縄ってね、カカあ殿下ですよ。アンマーが強いんですよ。 沖縄ってね、女性の方が働き者だと言われておりましてね、はい、どこの家庭でもね、女性が幅を利かしているところが非常に多い。お父さん、お母さんに文句言えずに、ちっちゃくなってるとこいっぱいありますよ。はい。外に行くと一斉いいですけどね。家に帰ったら、あのー、どっか借りてきた猫みたいにシューンとしてたりするお父さん、非常に多いんですけどね。 しかしこういうふうに普段から差別というのをね、いわゆる糧にしてるんかなというふうに思います。こういった人たちというのは社会的弱者、ね、女性というそういった自分の立ち位置を利用し、差別をね、高らかに歌い上げ、それをね、糧にしてるんじゃないかというふうに私は見ていますけど、それってまさに差別をね、助長してるんじゃないですか。自分で差別を生み出してね、 差別をね、歌い上げて、差別だ、差別だ、差別だーって言って、ね、異論を塞ぎ、他人の口をね、封じて、自分たちがマウント取ろうとしている特権階級だというふうにね、私は思っております。さて、この伊是名さん、以前にもあったそうですね。はい、これ10年前の琉球新報さんに、乗車拒否は、乗車拒否ということでね、 このように書いておりますけど、例えばですよ。はい、100キロの車椅子がございます。それでタクシーに乗ろうとしました。当然ながら、一般のね、コンフォートのタクシーとかには乗れません。乗れないんです。物理上、物理的にも乗れません。本人だったらともかく、ね、 車椅子をトランクに乗せることもできません。それなのに。なんで私の車椅子運べないのよ。運ぶ車いますぐ持っといで。と言ってるのと一緒じゃないですか。これって。ね。いやー、本当におかしいですよ。自分タクシー業界だから言うんだけど。こんなお客さんなんてね、断りますよ、正直言って。 いや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 、タクシーだってね、断る権利ありますよ。ね、100キロの電動車椅子で、これごと私乗せてって言ったら、ォ法となんか乗せられないですよ。無理です。物理的にもね。それ乗せられないからといって、差別だなんて言われたらたまったもんじゃありませんよ。それこそ義兄業務妨害、そのものになりますけどね。いや本当にね、この世の中、こういった弱者とか女性という性をね、 高かかに歌い上げ、まあそれでね、差別、ありもしない差別、区別と差別をね、混合して、みんな差別につなげてですよ。差別だ、差別だって言って他人の口を封じてマウントを取って、自分たちがね、上の方にね、上位を占めようとする。そしてそれがね、商売になる。で、マスコミのね、糧になる。いやー、 これってやっぱりおかしいです。ですから私今回ね、JR の方々に、ね、本当に同情しますし、もしこの伊是名さんがね、あのー、ありがとう、ごめんなさい、っていうことを言わずに、コラムやね、ツイッター、Twitter、で、このように JR の方々を晒してるんであれば、これ人ってどうなんだろうというふうに思いますよ。あ、尾方さんどうもお久しぶりで。 ございます。お元気でしたかね。私もペラペラ絶好調でございますよ。はい。いやー、しかしこういった人たちがね、えー、どん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 前に出てくれば来るほど、一般のね、えー、障害を持った方々っていうの、片身が狭くなると思います。もう障害を持っている方は見るだけでみんな避けちゃう。いやー、関わるとろくなことにならないわ、と。ね。はい。 こんな人たちに関われないわっていうことでみんな引いちゃう。助けていっても誰も手を差し伸ばない。ね。そういった社会を作りたいんですかね。手伝う方もね、手伝ってもらう方も感謝してありがとうっていう言葉言える関係。それが一番いいんじゃないですかね。手伝うのはお前たちの義務だと。ね。手伝ってもらうのは私の権利なのよっていうことになっちゃう。 と誰もねはい触らなくなくりますつっちーさん助けたくても誰が時代かわかんない、ね、誰かわかんなかったら誰も手伝わなくなりますよはい小さな幸せに感謝できない人はいつも怒っているまさに左翼そのものでございますねまあ私久しぶりに今日激怒プンプンしておりますはい本当にね まあ私も見たことありますよ。手伝ってもらってもありがとう言わないね、障害持った方見たことありますけど、それってちょっと違うんじゃないのと。やはり、ね、いかなる場合でもお手伝いしていただいたらね、ありがとうっていう、やっぱり感謝の気持ち、ね、せめて感謝します。ありがとうございますの一言は欲しいですよね。ありがとうは、えー、社会の潤滑剤だというふうにね、 私は思っておりますけど、こんなことやってたら、誰もね、障害を持った方に手を差し伸べることはなくなると思いますよ。自分でね、自分たちの、ね、行動をどん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 狭めていく、ね、それがわかってないのかな、なんてね、思っております。ジッシーさん、してもらえるのが当たり前だと思ってたらダメということでございましてね、はい。 ということで今日もあっという間に20分以上喋ってしまいましたが、はい、今日はこれからペパーミントティーを飲んでですね、気持ちをスッキリさせたいと思っております。はい、今日も桜でね、ぼちぼち喋りましたし、今日は美咲ちゃんはお休みでしたし、はい、もうこういった感じでね、いろんなニュースが流れてくる世の中ではございますが、何かいいことを見つけてみんなで笑顔に なりたいですね、ということで、えー、今日の、えー、ボギーチャンネルこれにて終了させていただきます。では皆様明日またお会いしたいと思います。ありがとうございました。